皆さんこんにちは。ゲーム実況者ナンバー14、人呼んで直樹です。今回はみんなの想像通り限界挑戦していきます。今回は結構運ゲーでした。それじゃあやっていきましょう。今回は東白挑戦ですね。難易度係数は170で挑んでいきます。パーティーは多い、当該、紹介、脅威、大凶ですね。人部は今回難易度係数と核の絆でデバフが入りにくいので適当でいいです。でも氷炭は必須です。霊獣はいつも通り鳥と牛と象ですね。難易度係数で会心率が上がってるので牛がないときついですね。才能は今回デバフが入りにくいので脅威、大凶には強撃をつけてます。あとは脅威がたくさん追撃するように闘志をつけています。あ、稽古補正は少し HP 多めに振って耐久力を上げています。それじゃ実践してみましょう。今回のコツは陰気と挑戦の魅惑をかいくぐって核にダメージを与えることですね。男性が脅威一人だと魅惑が入りまくるので当該と紹介を入れて分散させます。また難易度係数でため反射 13% がついてるので当該紹介と多いの効果で HP 吸収を高めます。これにより後衛の HP 吸収は 33% になるので回復量が圧倒的に反射を上回ります。ちなみに呂布の治癒率低下を3回受けても回復量が反射を上回ります。前衛は義の英雄なので多いで HP 吸収が 16% あり多分耐えてくれます。配置に関しては少し悩んだのですが挑戦がかなり厄介なので大凶を6番に配置してます。今回ハイスコアを出せるかどうかは核の回復次第なので栄魂のデバフ回復や中毒の付与率にかなり左右されます。試行回数と運次第では100万も超えられそうですね。あと陰気は青鬼でかなり回復するので最初に倒さないよう注意してください。92万点ですね。強撃だと少し火力が出にくいのと核の回復が少ないですね。一応東白と東外の場所変えてみたら99万出せました。倒しきれてなかったので火力があれば100万もいけそうです。今回は結構核が回復してますね。今回はかなり試行回数必要ですがハイスコア狙う人は頑張ってください。それじゃあご視聴ありがとうございました。